神者である。神門は、左三つどもえ。宇神として、八万三神として姫神、宗方三神として社殿によると、持統天皇の知性に、中愛天皇、神宮皇后の安宮跡である沼大に、足半地主神を祀り、沼と明神と称した。その後、山城国王国軍の山崎八万宮を勘定して、山崎八万宮と改称した。現行三年九月。 河野通毛が新涼を堅じる。塩分6年1月、上和年間に戦災を受けた社殿を、河野氏が修理両兵繁栄に命じて、現在地の朝日谷に社殿を造営した。欧永19年、落ち通政が社殿を造築。慶長6年、松山藩主、加藤義明が城を正木から、勝山城に移してから、松山パッシャ八万に加え厚く敬った。 明治3年、以前よりの藩主の勧めに従い、社殿に朝日の差し込む姿から、現在の朝日八幡神社に改称した。明治20年、社殿を火災で消失。明治22年に、現在の社殿が新築された。明治39年、新鮮平白領とも新指定神社となり、翌明治40年、豪社に列した。昭和57年、 本殿の日和田吹き屋根を銅板武器に改修した。10月6日に霊体祭が行われ、10月7日の信仰祭では、喧嘩信仰が行われる。朝日八幡神社の南東隣に鎮座している山内神社は、教宝大基金の功労者である山内妖右衛門久元を祀る神社である。神門は供養。山内妖右衛門は土佐藩書大藩主。 山内和との追いにあたる山内久忠の彦である。久忠の時、松山藩に来て四代目の家督を継ぎ、忠節、潔白に励み、正徳四年に三十二歳で、目付役になるほどの姿勢、忠実、潔白、奉仕の心を持っていたと伝えられる。教法十七年の教法の大飢饉で、松山に多くの合詞者が出た時、江戸詰めであった松山藩主。 松平忠英は、幕府から死政不行き届きで禁止を命じられた。主君の命により目付役の山内大右衛門は、松山へ返して、飢金実情を報告したが、翌教法18年5月、松平忠英は、新郎が重なり、江戸判定で逝去した。その後、志士の松平忠隆が藩主を継承した際に、過労となった、奥平九兵衛一派により、 山内洋右衛門は薬儀を解かれ平門とされ、悪心を持って藩主の心を惑わしたという罪名で、12月5日、三崎村長久寺で切腹を命じられた。しかし、山内洋右衛門に、このような罪名に該当する事実はなく、家臣たちの政権争いの犠牲になったものと考えられる。約8年後無実と分かり、 むしろ中心で武士の手本として藩に認められることになる。文化11年、藩主、松平正通りは、山内洋右衛門の忠義を称えて、山内神社を建てた。奥平九兵一派は、その後没落し、藩から派遣された目付の手によって、留守されていた落ち軍行き納刀で殺害された。一方、山内洋右衛門の子孫は、藩から四十国が下され、 馬回り組として復帰した。明治43年6月7日、新鮮兵白領とも新神社となった。昭和20年、戦災により、社殿を消失。社殿消失の後は小さな祠で祀られていたが、平成2年11月に再建された。ありがとうございます。